インターンシップ生の大西元気です。前回穴巻きカレッジグループ徳島校についてお話ししました。今回はその一つの穴吹情報公民カレッジについてお話ししていこうと思います。穴吹情報公民カレッジには5つの学科があります。一つ目はデジタルクリエイト学科です。ゲーム、アニメ、ウェブ、デジタルの世界を幅広くカバーできるクリエイターを養成する学科です。ゲーム開発やインターネット、ウェブアニメーションなどのデジタルコンテンツを制作するクリエイターを実践的なカリキュラムで養成します。2つ目は情報システム学科です。3年間で最先端の IT 技術を学び、さまざまな業界で活躍できるワンランク上のエンジニアを養成する学科です。 IT エンジニアとして活躍するため、システム開発やセキュリティ対策、コミュニケーション能力や問題解決能力を身につけます。また世界有数のベンダー企業との停滞により、グローバルで多彩な能力を持ったエンジニアを育成します。3つ目は情報ビジネス学科です。基礎からスタートし、2年間で多くの資格と社会で必要なビジネススキルを身につけます。パソコン能力に慣れていない方や模擬を初めて習う方を対象に基礎から学習していきます。また社会で求められるビジネス文書作成、電話応対、敬語などのビジネススキルとプレゼンテーション能力を高め、幅広い職種に対応できる人材を育成します。4つ目は行政ビジネス学科です。高卒レベルの事務系公務員や消防、警察、海上保安など各種公務員を目指す2年生の学科です。教養試験、適性試験、面接試験の学習を基礎から行い、1年目、2年目それぞれのチャンスを生かし、公務員採用内定を目指します。また公務員業務をはじめ、ビジネス社会で必要とされるビジネススキルを身につけられ、民間企業への就職を目指せることも魅力です。5つ目は公務員学科です。公務員なら穴吹きと言われるノウハウで、1年という短い時間で公務員試験合格を目指します。過去の出題パターンや傾向を徹底的に分析し、効果的なカリキュラムを組み、きめ細かな指導によって抜群の合格実績を収めています。また公務員試験終了後はパソコンなど就職後に役立つビジネス知識を習得します。これで穴吹カレッジグループ穴吹情報公務員カレッジのお話を終わります。興味を持たれた方はぜひサイトをご覧ください。ありがとうございました。